アリー・アムラー・ホビチ・ガジベイコフは、ロシアダゲスタン共和国、マハチから出身のサッカー選手。ロシアプレミアリーグ・クリリア・ソベトフ・サマーラ所属。ポジションは DF。1989年、ロシアダゲスタン共和国の首都、マハチからにて生まれる。FC ・アンジマハチからのユース出身。2005年、アンジマハチからのファームクラブで、 アマチュアフットボールリーグ所属の FC アンジハザールと契約。2006年にはアンジマハチからと契約し、プロとしてのキャリアを始める。2010年7月4日、第11節の FC ゼニトサンクトペテルブルク戦で、ロシアプレミアリーグデビューを果たした。その年は19試合に出場し、7月18日第13節の FC トムトムスク戦では、 後半26分にトップリーグで初となる得点を挙げる。2011年度中のリーグ戦では32試合中30試合に出場するなどレギュラーとしてプレーした。2017年1月13日、クリリア・ソベトフ・サマーラに3年半の契約で移籍した。2018から19シーズンは FK2 世クラスのヤルスクにレンタルで加入した。ありの2位。 アリベルト・ガジベコフもプロのサッカー選手である。2011年夏、8月10日に行われる、ロシア U-21 代表と試合に招集され、ロシア B 代表デビューをした。ありがとうございます。